やあ、切なキエスクだよ。今回は単発で卒業までのキロっていうゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。このゲームはなんか父親になって娘にいろいろ勉強をさせることで娘を受験に合格させるっていう、なんかちょっと変わったゲームで、ちょっと育成ゲーム的な要素があるんかな。単発でやっていきたいと思います。ニューゲーム、デジタルゲームズ、デジタルゲームズ、デジタルルール。あー、ちょっとニコ玉の画面見よったら左側ちょっとだけ枠が見えとんで、キャプチャーミスとるで、ちょっとだけ。まあ気にせんでもいいけど、さすがにぐらい。2503年9月3日月曜日、未来の話やな。今日は本校の始業式。2学期に突入し、受験を控えている生徒が本格的に勉強を始める時期になった。他の生徒と同じく受験を控えているアリーはちゃんと受かれるだろうか。このアリーって子を育てていくんね。日記 TXT 筆者カトロス。カトロスってんがプレイヤーの立場に当たる人です。2503年10月8日月曜日、今日は同じ教員ロボがこっそりアリーの今の成績について教えてくれた。さすが未来、教員ロボとか出てくるんよ。26世紀やけんな。アリーの現在の成績では受験落ちると言われた。受験落ちる、受験に落ちますよ、じゃなくて受験落ちるやって。なんかの歌詞名みたい、歌詞みたいな感じやって。受験落ちる生徒スチューデンツって言った方がいいな。これはどうにかしなければ、あの子にはどうか幸せな人生を送ってもらいたい。休日にも勉強させたり、もしくは手伝ったりした方がいいのかもしれない。日記 TXT カトロス。というわけです。というわけで、まあこんな感じ。休日になりました。行動を選択の前に、スケジュールソフトについて説明させてください。説明聞きます？はい。と言っても説明するのは右上のアイコンだけなんですけどね。うざうざいぞこいつ。まずこれはアリに宿題が出ている時に出るよ。明るい BGM ですね。ちょっと危機感持ってないな。危機感を持って、危機感を。これね、あー、マウス映らんのやな。この本のマークが宿題出ているよの時はね、 OK。 次、これアリーが友達と軽い約束をしているときに出るよ。軽い約束ってなんなん。軽い気持ちでタバコ吸わないみたいな。中学生やぞ。中学生やっけ、中学生やっけ。じゃあもういいや。まあいいや、軽い約束とか言うな、軽々しく。最後、これはアリーが体調不良を起こしているときに出るよ。体調不良とかあるんだよ。この時に勉強したら成果が下がる的な感じかな。これで説明は終わりです。では充実した生活を。はい、わかりました、中途連のおっさん。でこんな感じで、まあ出てくるんじゃ。塾とかあるんやね。よっしゃ、勉強しなあかんのだったら塾じゃ。塾、あ、塾に入ってなかったら、じゃあどうやって塾に入るんじゃ。ありの状態とかある。よっしゃ、ありの状態。やる気半分、やる気半分、アンパンマンやって。アリちゃんマン。国語、算数、理科、社会。現時点でそれなりのステータスは持とうみたいな感じになってるな。それで受からんのか。日記記録、少し休憩で。じゃあ、行動選択か。自主学習、学習塾、宿題を行う、何もしない、驚く。OK。とりあえず学習塾じゃ、お前塾通え。今の状態じゃ危ないんやと。ほら入ろうぜ。学習塾に行く曜日を3つ選んでください。週3なんでな。日曜日は選べません。どこがいいかな。どこがいいとかわからんけどな。なんかあれやな、連チャンでやったらちょっとアリに負担かけるような気がするけど、やめとくけ。月火水入ったよ、塾に入ったよ。よっしゃ。というわけで日曜いちいち飛んだな。自主学生、自宅学習しとけや。重点的にやるのは国語じゃ。頑張れ。今日は自宅で勉強させた。アリーの国語レベルが上がった。
よっしゃ、いい感じです。塾、算数、算数レベルアップ。塾、国語か、国語レベル。塾、国語、国語めっちゃ上がるな。お、 BGM が華やかというか、雨は降っとけ、雨降っとうときみたいな BGM になっとる。雨とか関係あるんこれ。そうやな、ありの状態。微妙にしか上がってないし、やる気が下がっとるし、やる気下がっとるでないか、クソ。じゃあそうやな。いつも通り、宿題手伝ったるか、宿題の当件さ。宿題を手伝った。国語やったんかよ、また国語が、お前国語ばっかやりすぎやろうが、得意教科なんか、お前。あ、体調悪うなってる。3日間塾行ったらさすがに下がる。そりゃそうやな。そりゃそうやな。まあ、変えてあげんけどな。塾の日変えてあげんけどな。体調悪いんか。休ませるってコマンドあったような気がするけど。まあいいや。何もしない点があるな。勉強しとけよ、ボケ。体調なんか気にするな。社会。よっしゃ、レベル上がったぞ、社会。塾。塾、塾。よし、体調悪い。こいつ体調悪い。なんか体調悪いぞ。体調悪さ1週間引きずってるぞ。どうしたん。やな、ありの状態。国語上がってやる気また下がってる。俺なんかしたかな。ひどい親。そんなわけないですよ。これをスパルタって言うんですよ。まだ愛の無常を振るとタイプ。うん、行動選択。とりあえず宿題手伝ってあげよう。体調悪くても宿題しとかなさ。月曜日に治った時に宿題持っていけんよ。よっしゃ、体調元に治ってる。あ、おお、アリー友達関係良好でないか。遊びの誘い誘われたんじゃないか。勉強しなあかんのじゃボケ。遊んでられるかお前、理科じゃこら。よっしゃ。お、何？ちょっと待って。なんで友達と遊ばせてくれないのっていう相談受けられたんやけど。ねえ、アリーは授業について生きてる？うん、大丈夫だよ。もしかして受験のこと？うん。大丈夫だよ。私頭いいから。本当に。自分で頭いいっていうやつは大体頭悪いっていう方程式があるんやけど、どうかな。受験を2月4日。それまでに学力を伸ばさなければ。塾、塾、塾。こいつ国語ばっか勉強しやがる。曇り。11月に入りました。友達と、そうやな。友達との関係っていうのは大切にしなあかんな。遊びに行ってこい。いい風邪ねー。いい風邪、リカ。理科のレベルアップです。お、雪降よる。ほう、雪降よんじゃ。そうやな、今日ぐらいは遊んでもいいような気がしてくるな。雪降よんだろ、外で遊んで。うわー、勉強じゃこら。遊び開かないわ。ジュック、ジュック、ジュック。よし。え、アリー、なんだって塾3日連続はきつい？あ、そうなん。わかった。塾、ちょっと3日連続きついんだったら日にち変えるわ。そうやな。じゃあとりあえず、そうやな。木、金、土。よし。いいぞ。頑張ってくれよ、塾。さて、体調悪いな。まあ、勉強させるんですけどね。社会。アリー絶対やむわこれ。そんなことない。愛の無知がある、愛の無知が。ジュック、ジュック、ジュック。よっしゃ、いい感じじゃん。アリー、そろそろもう受かるレベルまで上がったんじゃん。あ、やる気、やる気ローテンションです。やる気ローですね。やる気が全然ないよこいつ。おお、受かる気ないんかお前。頑張れよお前。よっしゃ。はな、
やる気出させるために思いっきり国語をやらせたろう、得意教科やらせたろう。ジュー君、ジュー君、ジュー君。よし、やる気なくてもやらせよう、それが私の方針だ。そうやな、ちょっとお慈悲をあげよう、お慈悲、お慈悲をあげよう。お慈悲をあげようかな。塾の設定でさ、さっき木金土であったで、水木金で土曜だけを外してあげよう。よし、俺優しい、俺優しい。あ、なにこれ。アリーと会ったのはいつだっけ。7年前だったかな。孤児院からの頼みで預かったんだっけ。義理の娘だったんじゃ、これアリーって。ああ、亡くなった両親のためにもアリーには幸せに生きてほしいな。お、こんな話だったんじゃ。愛の文字ばっか振り寄ったけどさ、雨もちょっと与えてあげなあかんような気がしてきた。ジューク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 。12月に入りました。え、アリー、だっかお前先月の初めも塾時間変えてほしいって言ったやん。わかったわかった、3日連続がきついんやな。だったら火水木、オッケー、俺優しいな。よっしゃ、どんどん行くぞ、もう勉強しな、ちょっと近づいてきたんだ、あと2ヶ月ぞ、頑張ろうぜ、リカリカ。よし、塾塾塾。さて皆さん、飴と鞭の飴ってなんだろうね、勉強しましょう。算数、よーし、算数レベルアップ。アリー、どういう状態になったかな今。やる気を出せ、やる気を。そうやな、体調悪いこいつ、今日ぐらい休ませてあげてもいいような気がするけど、ブエーあー、社会雨なんてなかったんや。今日は自宅で勉強。ジュークジュークジューク。よっしゃ、いいぞお前、頑張よるぞ。天気いいけんさ、そろそろ遊びに行かせてあげない、あげない。これ得意教科、得意教科。ちょっと雨っていう言葉を検索したら、甘い食べ物っていう言葉が出てきました。いいか、勉強。ジュック、ジュック、ジュック。え、アリー、なんだよアリー、また塾の設定変えてほしいって言ったのか。ちょっときついのか、カースにもきついのか。そうか、わかった。ゲッカース最初に戻ってきた、最初に戻ってきました。さーて、まあいつも通り勉強するんですけどね、勉強だ勉強。お前は学力が足らん。ジュークジュークジューク。おっと、年末、そろそろ年末ですな。巷じゃあちょっと年末に向けて、年末年始に向けての準備というのが忙しいかもしれませんが、僕たちは勉強タイム、勉強。12月30日そうですか、だから何だと言うんですか。勉強です、勉強です、社会やりましょう。お、まだ相談を受けた。塾3日連続がきついわって相談を受けよる。これ、ねえねえ、中学校に入ってどう思う、友達とは会えないの。同じ中学になったら会えるんじゃないのかな。じゃあ同じ中学じゃない友達とは会えなくなるの。会えるけど、それも向こうの状況次第だろうね。そっか、暖かいです。塾、あー大晦日まで塾行ってるこいつ、すごいな。あーおっと、元旦まで塾行ってるよ、ブカリベンだ。そして1月2日、すごいな、年末年始忙しい、休むべきところで塾行ってる、こいつはエリートだな、こいつは受かるぞ。1
8月に入りました。まあ僕もね、僕もいい加減ね、雨っていう言葉が分かってきたんですね。休ませてあげました。皆さん優しいでしょ。お正月に塾とか泣きますけど、これも無知です。見てください、休ませてあげたらアリーのやる気が上がりました。言うほど上がってないやないかい言うほど上がってないやないかい。まあいいや、勉強しとけや。休ませてあげたんじゃ勉強お読みたら宿題あるで、手伝ってあげよう。ほう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 、三学期です、三学期です、三学期なんです、勉強です。いいか、ジュック、ジュック、ジュック。今思ったらもう受験まで1ヶ月ぐらいになったね。ちょっとラストスパート、あラストスパートで、ラストスパート、もう遊んでられんと思うぞ俺は。賛成。店長悪いな、体調悪い、休ませてあげない、あげない。もうこのネタ何度も引っ張るよ。ジュック、ジュック、ジュック。よっしゃ、雨が降ってる。この雨に降っている時にあえて休ませる。外で遊んでこい。雨やけどな、雨やけどな。あ、こいつ雨で遊んできたくせにやる気が上がってる。雨好きなんかこいつ、雨女か。雨女に惹かれて次の日も雨降りよるしさ。なんなんこれ、この子は。よし、やはりやる気はそんなに上がっていないな。勉強じゃ勉強、社会。ジュック、ジュック、ジュック。アリーやんでリスカしないことを祈る、祈っときましょう。26日近いの試験は算数、計算じゃ計算、そして得意教科の国語で締める。そろそろ受験かな。本日、ホログラムが来た。本日ミストプラネットの移住用コロニーが予定通り完成しました。やっぱすごいな、26世紀コロニーとかあるで。もうガンダムとかしか出てこんようなものかと思ったら、こんなところにも。雨の雨とムチの雨は雨だったのか。うまいこと言うな君。ウッドプラネットのテラフォーミングは順調のとのことです。以上 SEC ニュースでした。今のな、いるん今の今の話いる。何の情報もなかったけど俺には。ジュック、ジュック、ジュック。よっしゃ、2月2日多分来週あたりだ試験。オッケー。というか全然学力上がってなかったんですか、マジで。勉強しろ勉強、あかんぞ。ラストパート、ラストパート。よし、アリーよく頑張ったな。まあ試験の前やけんさ、今日ぐらい休んでもいいやろ。休んでもいける、お前だったらいける、お前だったらいけるわ。来たー、いよいよ明日受験だが大丈夫そうか。うん、まあ大丈夫。それじゃあ早めに寝なさい。はーい。よっしゃー、受験日、アリー頑張れよ、ミスるなよ、頭ポンってなるなよ。いけるぞお前、勉強抹茶したんやけどな。お前レベテンション下がるぐらい勉強したんやけどな。いけるぞ、受かる受かる。いざった時はカンニングすればいい。横をチラ見したら多分いけるわ。来たー、2504年2月11日結果が発表されました。結果はダララ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 。おい、アリーどうしたん。
おい、アリー。嘘だって言ってくれよ、アリー。あんなに勉強したじゃねえか。俺も飴とムチもとい、ムチムチムチで頑張ってサポートしたやないか。どうしたんや、お前。本番で力出せんタイプだったんか、お前。留年なのか、お前。お前。アリーはカタロスに落ちたことを報告しに行きました。これからの人生、どうなるんでしょうね。暗いこと言わないでよ。暗いこと言ってんじゃねえよ。エンディングは、もう少し頑張って、もう少し頑張ったらいけたんかって話だけどな。くさあ、受験の前の週で余裕やろうって思って休んだがいけんかった。あそこで遊んどったらまだわからんかったんじゃ。遊んどったらじゃねえわ。勉強しとったらまだわからんかったんじゃ。くそ。勉強しとったらよかった。エリートコースまっしぐらだったのに。ああ、惜しかったな。悲しいな。というわけで今回、卒業までのキロっていうフリーゲームをやっていきましたが、残念ながら落ちてしまいました。皆様は、俺みたいな反面教師にならないで、勉強するときは勉強する。遊ぶときは遊ぶ。そういうメリハリをきちんとつけて受験勉強に臨んでください。それが私からのメッセージです。そんなメッセージを送りたくて、このフリーゲームをやりたいとやっていきました。皆様、視聴者にこの思いが伝わったらいいと思っております。というわけで、切なゲージでした。仕上げ。やっとが終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。